はい、黄金世代のことでございます。おはようございます。ということで、今日はサネイダーさんのデッキを借りてデバフに対して見ていく。デバフじゃなかった、あ、自分がデッキを間違っているこれ今最強にじゃこうなりました。デバフにしたら間違えている、自分がデッキを間違えているというところで、せっかくだからね、ちょっとやってみようかさあ、ミカエル、ガードがないから、ガードがないけどやれるか、うん、そもそもこれ通らないオフサイ、オフサイって、オフサイおかしい。あ、水着くん使ってないんだけど、切り抜けてみせるぞ。よし来い、俺は負けない。うーん、タックしてくれるといいね。どうでしょう、ブロック、どんなコメのアタックショットだ。頭抜けるからね、そもそもコメとかがわからん。わー、弱い。さあ、鼓舞されて上がってます。必殺威力がストライン上がってるんですけど 0% ちょっと待って、 0% って何？ 0% ってなんだ。電子書いてる。これでガードしてるんだ。ガードでも258万って、まあまあ出ますね。キリオも右から攻めると、あと今回このね、チーム付きが揃ったことで、結構この翼くんがね、復帰してる方が多いですね。フェス翼がね、自分も復帰させることができまして、何よりです。前線がね、自動パスカットが少なくなってるのがね、結構その辺が、今まあ、頭腰が得意な人とかは狙い目なんじゃないでしょうか。さあ、マージャドベール。でもう一回ね、最初冒頭で同じような動画あったと思うんですけど、多分この攻め方が一番増えてくるかなっていう、まあ、効率的なんですよね。あ、なんでローブソンに行く、無理じゃん、なんでずれるの、抜けたの、抜けたの違うし。撃つなよ、撃つんかい、いろいろ壊れる。この若林ね、ロングフィードがないんですけど、ほぼディフェンスにしかパスしないから、それかもね。全力溜まりやすくなってるんで、ディフェンスいいかなと。結果を待つや、復帰したな。いいですね、ま、ちょっと待ってよ、でこれ一発でいけるんじゃないかな、ここピタッてどうか、そう、見てみます。ここね、大事なところ、距離がね、ペナルティエリアシューター、うおい、もうここやっぱ美咲くんでパスしたいところだけど、美咲くんホットラインないですか、多分いける、抜けないんか、距離が。はい、黄金世代のことでございます。おはようございます。というところで、朝のトークというか、朝のチェックやっていきたいなと思います。週末はね、ライブありがとうございました。今日もね、今日はトークライブかな、やるかなと思いますので、お時間あったら遊びに来てください。はい。といってもね、まだライブ前に収録してるんですけど、サネイダーさんの森の、84% デバッファーですね。はい。これサブにちゃんと3人揃ってますわ。まあ結局デバフの人使わない方がいいんじゃないかっていうのが自分の結論なんですけど、あのチム好きだけ、チム好きだけ使って、おいー、 A で取られちゃうんだよね、これね、見てなかったわ。結構ね、 A パスか積んでる人と積んでない人いるんで、そこがまあ最後も積んでました。打ってきそうだ、行くぜ。よし、これでこぶった。これで。よし。まずはじゃあなしで超えれるかな。超えれるかな。いけ。超えれるか、超えれるか、超えれないか、チェック。超えていく。自動ないからね、やっぱ運転ティール。73,000。これを入りなさい。何もなし。
何もなしだとこうなる。うん、これは止まっていく。これ待ってて、うん、行きましょう。で、攻撃だ。これ誰だ、この子止まってた。たまになってが復帰しないと復帰した。うーん、まあ俺は負けない。そうね、ドリブして抜かしてくれない。ナッツにはコブが働いている。よし来い、ゲート。これパスコスが起こすね。うん、OK、勝負だ。俺がコブだけで行こう。コブだけで行きます。おいしょ、距離が7万6000なんですね。はい、バフサはこんな感じ。7の15 16.5差がありますね。あー、 16.5 差、これだけは止まりますね。これは止まる。リサ止める。全力自分で行く。おい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 、めんどくさい。40分して何スプリンしてシュート。次に聞き起きたじゃないですか。ここでコブで止まらないから、もう一回コブで抜けないから、ここで今度じゃあ全力をつけます。全力8万2000になったので、コブ付きでおそらくこれで抜けるでしょう。抜けるでもね、パスって63出てますから、64と4出てますから止まっていく。結果的には松山音末を入れればね、あの同じ銀食いくらいなんで、まあ、松山のホットラインとこのあれで、まあ、ロベルトいけるんじゃないかと。で今度じゃあ今度もう一度ガード上げます。自分の方がねガードを上げていく形でやってみます。心配はいらないよ。まあ、つまりねデバフに徹しられた方がやっぱ嫌ですよね。はい、リサックの瞬間こんな感じ。バフサは結構縮まったかな、 29.5 になってるので、ここで、11差を18でほぼ体勢でクリアしたのかな。差分埋めれたかな。差分が今、81.5 78.5。 ロベルトに関しては埋めてますね。行くぜ。そこに銃乗ってくる、そこに銃乗ってきちゃうから、そこが欧州めんどくさいっすよ。やがれ、負けるか。受けてやるぜ。勝負だ。撃つか、撃きそうだ。行くぜ。この銃差でも多分、まず人力がね切る。よし来い。ここは100。地上はね、やっぱ若林くん強いですよね。しっかりノーベルト、オフサイ回、止まるか。美咲くん、やっぱシェスターがね、シェスター多分 DMF になることが増えるみたいですよね。
うわ止まっていく。いくぜ。AI って AI の方がワンちゃん強いのかなっていつも思っちゃうんだけど。受けてやるぜ。よし来い。おーい、全然うまくできない。来やがれ。負けるか。よし来い。行くぞ。おさぶ。ドリブル。やっとボールが落ち着く。これで遅いか遅いか、ね、グダグダしちゃったのもう一回やっていきたいなと思います。さて行こう。さっきねデッキは一緒ローベルの兄さん、なんか見ていこうね。勝負だ、来い。読み負けると取られるやつですね。ああ読み負けるんかい。ゲーってね、A パスでロベルト止めれるからね、早い時間だと。これやっぱりだよね。俺が相手になる。負けるか。よし来い。行くぞ。はい。いいシュート。行くぜ。勝負だ。お、マッツンから確認できてれば。よし、一発で行こう。マッツンから。マッツンからバージョン。行くぜ。いいです。あー長すぎ。取れろ取れろ取れろ。勝負だ、俺が対応する。参ったね。オフサイじゃね。行くぜ。みんなブロックしてくれた。パッキーパーティー。ミサキ君で行きます。ここは自分で行く。俺が止める。大空を自由に羽ばたけ。硬いな。あー、ホットライン乗せたのに、くそー。さあ、じゃあ全力対戦で。おい。73,432。さあ、どうでしょう。ゆっくり体験して。あー、キックになった。このシュートは俺が止める。ちょっと勝率の差がありますね。負けるか。来やがれ。よし来い。ここを切り抜ける。あー、どうだ。はい、うん、難しいね。ということで、ミスギを入れて少しガード上げていきます。やっぱりここまで、この辺くらいまでいかないと、やっぱフルーモリ、やっぱりこうナッツレーザー入れられると、実はあれ、あのナッツとかミサキくん入ってくるとバフが下がるんで、あれくらいでいいんですけど、ないとね、やっぱり一気にいっちゃいます。これで、すごい変わると思いますよ。さっき神戸でハイになったかったと思うんですけど、これで多分60ちょっとした差なんですけど、いけんじゃないの？いけない？これいける。この差なんですよね。この松山を水木に変えるこの差。ここだけなんですよ、本当に。
なので、まあ、バックスはね、もちろん負けてるんですけど、トータル報酬。まあ、ラップはぜひ全力でもここ、コブね、ロベルト一発とか、ミスギ一発、あの、コブれるキャラクターが一発いれば、大丈夫です。今もう、ミサキくんもコブれちゃ、コブれてるので、チャンスはチャンスですね。ワンツー。ただ今森パがね降りてランクもいくとだから最初の敵が結構悩むところかなと思うんですよね。最初ねキックオフの時どうするかみたいなところは課題か。うん、いやタックルしといてくれ、めんどくさいから。よしよし、あ抜けた。このバックスにサイドね追い込んだ。うん、硬いね、全力使ったらミスね。水木くん、いけるか。あ、大丈夫、当てなかったから。いくぞ。一応ミサキ君も見ましょう。あ、切れてくる、いいっすね、切れるいいっすね。で、翼がね、復帰できるってことはホットライン使えるんで、これがだいぶいいですよ。ホットラインだけ、チャンメが使えるんでね。あー、一発でいかないからコブ切れる。で、このちょっとした差なんですけど、今こんな感じ、だいぶね、あの前半より一気に増えたんですけど、ヒューガがねいないんで、そこが問題。きた。で全力つけてハイスピー。まあ2トップでね3機4人でやればいいんですけど、今度さっきのあの、ま、要は松山を外して、あー三崎くんだとちょっと苦しい。三崎くんコブ切れてるとちょっと苦しいな。これ危ね、落ちちゃった。はい。まあやっぱりナトゥがいた方がいい。あれさっきの、ね、サネイダさんのあの鬼デバフの方が多分やりづらいですね。やってみると普通にだからナトゥレーザーとか入れてくれた方がやっぱりやりやすいですよね。差分が爆差が詰まるんで、やっぱだから欧州デバフの人は多分ミサキ。まあ、もちろん夏で強いんですけど、攻めは強いんですけど、キーパー側がね60出されやすくなってしまうので、まあ、その辺がどう今後ねなっていくかっていうのは様子見かなと。まあだからランクマのね上位勢の人見ると森が増えてきてるんで、まあ、今も自分もね前半のキックオフの時に森の人が増えてきてるんで、スタートを結構高くしてるんですよ。50この辺でやってるんですけど、もうみんな60近い形でやってるので、まあ思い切って60スタートとかでもやっていくのも考えなきゃいけないのかなというふうにね、こういう感じで、うん、これ怖いっすよね。この辺で始めていく方が楽、森同士の時はねちょっと不安は減るんですけど、まあでもそうですね、ここまた結構じゃんけんすわ。あのいや結局夏と美咲くん出たことによって若林ヘルナンデス問題はね解決はしたんですけども、まあ、その解決したことによって今度その森なのかデバフなのかっていうのを両極端というか中途半端に抑えられてしまうと、逆にこういうねガードパーが有利になってくるので、本当に振り切りの森か振り切りのデバフですね。もう振り切りのデバフの時は多分三崎ナト使わないでチムスキ要因というような形でがいいのかなと。まあ、この辺は今日ね、この後ライブが、この後っていうか、まあ今日のこの、あと夜のね、またライブやるので、皆さんのね、感想とかも聞かせていただければと、ちょっと思います。はい。ちょっとダラダラしちゃいましたけどね、今日、皆さんね、ちょっと天気も悪いんですけど、いい休みになればいいなと思います。それではまた。行くぜ。
し来い。行くぜ。そんな後退するなよ。なかなかいいゲームだ。もっと氷と友達になるんだ。